はい、どうも、熊さんです。今日のニュースは小室圭ということでですね。はい、もうなんか取り上げ方が極めて難しくなってきちゃった小室圭さん問題なんですけれども、はい、アメリカの弁護士がはっきり言ってしまいました。はい、日本のマスコミがですね、いろいろひた隠しにしていることをですね、アメリカの弁護士がはっきりと言ってしまいました。はい、小室圭さんの望むような形で弁護士生活を送るのは、小室圭さんの実力では無理だと思いますというですね、いやー、なんて歯切れのいい。それはまあアメリカはですね、実力社会でございますからね、やっぱりですね、その実力社会の中にですね、飛び込んでいて、小室圭は果たしてやっていけるのか、これは多くの国民がもね、持っていた疑問だと思うんだけれども、アメリカの弁護士さん、無理って、おいというお話でございます。はい。で、このね、小室圭さん問題ってね、だんだん面白い展開を見せてきていて、これね、まずね、これね、取り上げているのがですね、これ、アエラなんですよ。アエラはですね、朝日新聞系列の、ゴリゴリの左の方々用の雑誌でですね、コースをですね、落として、落としめる。これがですね、アエラの目的でございます。でね、この小室圭問題って難しいのが、これね、小室圭のことを叩くとですね、ワンチャンですね、コースの方に傷が入ると。コースのですね、悪口にもなりかねないというのがですね、この小室圭問題なんですよ。コースの尊厳が損なわれる。小室圭のね、話をですね、取り上げれば取り上げるほど、コースの尊厳がね、これ損なわれてしまうのではないかということが懸念されていて、これワンチャンその一面ってあるんですよ。間違いなくあるの。だからね、僕もね、取り上げるときね、いつまでドキドキしながらこれを取り上げているんだよね。でですね、これ、ネトウヨの中、とはいえですね、ネトウヨはですね、やっぱりこの小室圭のこの、ね、記事をね、見れば見るほどですね、こいつをコースのですね、突ぎ先としてですね、小室圭というのはもうそぐわないと。もうこれはさすがに許せんという、この思いがどうしても止められないんだよね、ネタ上としてはね。でね、おっぱいは最近面白いのがする。おっぱいはですね、最近何を言い出してるか言いましょうか。あのね、おっぱいはね、もういいんじゃない、もうこの結婚許してもいいんじゃないみたいな話をしてるんですよ。なんでかというとですね、これね、あのね、許せるわけないんだけれども、あのね、なんでかというと、これね、あのね、わかる、これ、コースのこの小室圭問題、あの、眞子様問題っていうのはですね、割と日本にとっては恥なんですよ。ね、日本の尊厳、このコースの尊厳をねですね、あの、大きく損なうような記事のねよ。だってね、大事にコースとして育てられた方がですね、どこの馬の骨かもようわからん男のところに駆け落ちをするんだよ。しかも、あの、海外に駆け落ちをしていくようなお話なんですよ。ね。これね、あるね、あのね、オパヨ系のね、記事ではですね、この問題、何年後かにはですね、なんか、純愛の素晴らしい物語として、語り継がれるだろう、みたいなこと言ってるんですよ。いや、そうはならんと思うよ。小室系、相手がね、小室系じゃなければそうなる可能性もワンチャンあった。しかし、相手が小室系、借金してるくせにその借金1円も返さずにですね、日本の中ではですね、なんかいたらですね、なんかバッシングを浴びてしまうから、海外に逃げてですね、海外でいい生活してやろうと思ったらですね、実力が足りないという、そういう小室系でございますからね。これはね、俺、そんな純愛物語には絶対ならんと思いますよ。だからね、おっぱいの動きにも気をつけなきゃならん。この小室圭の話をですね、僕なんかが取り上げれば取り上げるほどですね、コースを傷つけることになるから、よし、取り上げろもっとと思ってるのがおっぱいかもしれません。ね、こんなことをですね、いろいろ鑑みながらですね、この記事を取り上げていきたいなと思うんだけど、この中でですね、この記事っていうのがですね、まあもう読んだ方多いのかな。もう簡単に言うと、小室圭は実力不足って、はっきりとアメリカの弁護士が言ったということなんだけど、その中でですね、ワンチャンで、これね、俺、弁護士の世界はですね、正直ようわからんのだ。いや、知り合いに弁護、友達で弁護士いるんだけど、そんなにその業界の話聞いたわけではないしね、ようわからんのだ。しかしね、この記事の最後ではですね、こういう野心的な人物は、ベンチャー企業の方が向いていると思いますよとか書いてあって、はっきり言う、俺ね、ベンチャーにゴリゴリにいた人間だからはっきり言う。で、自分でも会社を立ち上げたし、上場させたこともございます。だからはっきり言う、小室圭向いてないと思うよ。だって、小室圭はね、野心家ではあるよ。でね、野心は大事だと思いますよ。ただね、野心家で、野心家だけな、野心家のバカって、めんどくさいだけで、全然役に立たんからね。で、じゃあ、小室圭の、ね、特筆すべき能力は何かっていうとですね、立ち回りのうまさなんですよ。立ち回りがうまいかどうかは別として、なんとしても自分の目標を達成するためにはですね、いろんな形で立ち回るんだよね。これはなんか、東京三菱銀行にいたでしょ、こいつ確か。東密にいたじゃないですか。UFJ も、東京三菱 UFJ でいいか。東密にいたじゃないですか。で、その中で、記事がいくつか上がってきて見ていたらですね、やっぱりこれ大手企業向きの立ち回りをこいつはやる男だなと僕はそういうふうに考えたのね。で、単にね、野心プラス立ち回りのうまさっていうだけの人間はベンチャーでは絶対嫌われるよ。まあ俺がいた世界ではっていう話なんだけれども、絶対に嫌われますよ。なんかね、新規企業をですね、開拓する能力に特化してるとかですね、そういうですね、結構ね、ゼネラリスト、総合的にすごい力がある人っていうのは、大手、ベンチャーよりも大手の方が育つとは思うんだけれども、ベンチャーはですね、なんか尖った能力持ってる人がいっぱいいるんですよ。いっぱいいるの。でもその中でね、尖った能力を持ってるとはいえですね、立ち回りのうまさっていうのはですね、ベンチャーには元を向いてないと思うんだよね、俺。向いてる？ベンチャーの方からどう思う？なんか、野心家で、上に行きたい、金持ちになりたいって言っていて、でもなんか立ち回りのうまさ、権力を持って、
っているね、力を持っている人間にこう取り入る能力だけが長けているっていうのはですね、ベンチャーで若者嫌われるよね。サラリーマンとしては重要なんですよ。サラリーマンとしてはめっちゃ重要な能力だと思うんだけど、この能力が最低限活かせるのは俺大手企業だと思うから、これやっぱりね、ワンチャンね、メガバンクにそのままいた方が良かったんじゃないのと俺正直思うんだけどね。うん。でですね、これ弁護士に関してはですね、僕がは言うよりも、これ久しぶりヤフコメ。いや、これこの問題を追いかけてる方っていうのは非常に多いんですな。非常に多いのよ。でね、これヤフコメがめちゃめちゃ参考になったからね、今回ね。うん。だからね、このヤフコメを中心にですね、ガッと読んでいきましょう。というわけで、この記事、ちょっと行きましょうか。大人気。コメント、なんと4000件を超えるね、コメントがついたですね、この大人気記事読んでいきましょう。いきますね。独自、小室圭さん、アメリカ大手事務所から断られていたと。はい、弁護士が語る厳しい現実、はい、週刊朝日、アエラということでですね、まあ、所詮はアエラの記事なんだけど、この記事なんかね、納得させられちゃったんだ、私。はい、小室圭さんの実力では無理だと思います。はい、こう話すのは、全米でトップ100と呼ばれる、大手弁護士事務所、ビッグローですね、ビッグローのパートナー弁護士の A 氏、専門はですね、海外企業同士の M&A など、だからもう本当にね、めちゃくちゃ稼いでる人だと思うよ。M&A はですね、日本の M&A 系の会社もですね、年収すげえ高かったりするから、めちゃめちゃ稼いでる弁護士です。はい、アメリカをですね、拠点に世界を飛び回り、収入も桁違いであると。何億円というレベルだと思うよ、下手したら。うん、この姿こそ小室さんが思い描く理想の将来でもあるようだ。でも実力不足。うん、まあいいや。昨年の秋頃、A 氏の事務所に働かせてほしいと小室さんのですね、経歴書のようなレジュメが別の弁護士を通じて届いたというと、小室さんはですね、ニューヨークなど大都市での弁護士の仕事を探しており、ビッグローか、その下の規模のミッドローで M&A などをやりたいというと、A 氏がですね、このビッグローに勤めているこの A 氏がそのレジュメを見て思ったのが冒頭の言葉であると、実力的に足りないな、この人。はい。中でもですね、A 氏が首をかしげたのが、ニューヨークのですね、フォーダム大ロースクールへの留学の部分であると、疑問なのはですね、彼がですね、LLM、はい、法学修士のコースに入ったということですと。しかも1年学んだ後に JD ですね、法務博士のですね、博士のコースに編入を教えると、大きな弁護士事務所を目指していて、こんな動き方をするなんて聞いたことがない。もう簡単に言うとですね、この LLM にですね、入った時点でおかしいらしいんですよ。まあ、ここ入りやすいらしいんだよね。で、本当にね、大手の弁護士事務所を目指してるんであれば、1年目からですね、この JD、法務博士、のコースに編入しないとですね、お話にならないということらしいんですよ。うん。でもなんで JD 入れなかったの？そもそも実力が足りないからなんじゃないの？変だよねというかお話なんだよね。LLM とですね、JD というのは、ロースクールでのコース名であると。アメリカの大学には法学部がなくですね、弁護士を目指す方っていうのは、大学卒業後に JD に入るんだと。ここでですね、3年間学んで事務所に入るのが一般的なパターンですと。一方、LLM はですね、法律の資格を持つ外国人留学生が多いといい、表現として正しいかわかりませんが、キャリアに箱をつけるようなイメージです。要するにですね、もともと日本で弁護士の資格を持っているような人が入る場所なんですよ。ね。なんで最初からいきなり LLM なの？変じゃないっていうことなんだよね。で、A 氏によるとですね、アメリカでの弁護士となるのは、なるのに重要なのは、JD での1年目。だからですね、JD、1年目をですね、JD ではなくて、LLM で過ごしてしまったですね、小室圭はですね、ちょっと無理じゃないって話なんだよね。はい。アメリカでのですね、就職活動は、2年生の終わりの夏休みで終わりますと。事務所のですね、サマープログラム、これインターンですので、インターンで働いて、その後、よほどのことがない限り、その事務所からオファーを受けて就職をしますと、どの事務所のですねプログラムに入れるかはですね1年次の成績で決まります。だから学生の競争も壮絶なんです。本を隠すなどの足の引っ張り合いもあるそうです。ほんと壮絶でございますな。小室さんはですねその1年目をですねなんと JD ではなくて LLM に入ってしまっていますと。はい。つまりですね、ビッグローのインターンの募集は、ですね、ハーバードやエール大学、あとコロンビアといったですね、有名大学で公募して、最初の書類選考で成績優秀者に絞って、次の面接で決まりますというふうに A 氏は言っておられます。採用された学生はですね、1年目から簡単に言うと2000万円以上の給与が支払われると。すごい世界だね、アメリカってね。それも5年くらいまでは半人前で、彼らからは利益が出ないのを分かっていてですね、5年ということはですね、もう5年間で1億円ですから、1億円その人に投資をするわけですね。それでも欲しいという人材だっていうことなんですよねと。だから相当厳選しますと。原則で言えばですね、ビッグローはインターン以外の方法では採用しないんですと。要するに、日本ではですね、これインターンもだんだん流行ってきてますけど、日本ではまだまだ新卒採用ですね、面接をして、はい、素晴らしいなと思ったら、はい、入社というような形がね、メインなんだけれども、これインターンっていうのはですね、実際にですね、アルバイトのような形で働かせてみてですね、で、その中でですね、うん、こいつはですね、うちの会社でも活躍できると、判断した場合に、正式に正社員にするという、そういう方法でございます。
ございますな。で、チャンスをつかめる学生はほんの一握りであると。小室さんはですね、そもそも LLM に入った時点で希望するビッグローへの道は閉ざされてるんだよと言って構わないと。なんで LLM に入ったんだろうかと A 氏が話すと。こう言ってはなんですが、彼の経歴に目を見張るものはございませんと。あるとすれば、眞子様のフィアンセという一点でございますと。はい。もう、なんで正直に言っちゃうんだろう、この人。はい。それでもですね、奨学金を取得できたり、JD に編入できたり、弁護士が出てきて仕事を探したり、知恵をつけている人がいるんでしょうな。これまさかと思うけど、宮内庁が全身全霊でこれ後押ししてませんか？ねえ、ねえ、ねえ、はい。ではですね、ビッグローは無理でも、M&A は他でもできるんでしょうか？アメリカにはですね、約43万の弁護士事務所がありますが、M&A の 70% 超はですね、トップ100が扱っていますと。小室さんがですね、弁護士として働くには、M&A にこだわらないことが大事でしょうね、と。移民法の弁護士などは圧倒的に多い。日本人でも多いですと。まあ、儲からないから人気はないけどね、と。はい、これ、儲からない形の弁護士でしか彼はね、おそらく活躍できないだろうと言ってるんですよ。ね。そしてこう続けたと。詳しいことは申し上げられませんが、彼の経歴書を見る限り、とても権威が好きなんだと思います。はい。なんか偉そうなものが好きっていうことですな。はい。M&A もですね、彼からすればかっこよく見えるんでしょうね、と。実際はですね、相当厳しい世界だよ、と。パートナー弁護士になるのは10年後くらいですと。それまで生き残っているのはわずかでございますと。彼がそもそも弁護士という職業に向いているのかどうなのか。はい。野心家だと思うので、ベンチャーのような、とにかく金を儲けるんだ、のし上がるんだというですね、ベンチャーのような起業家の方が向いているような気がします。というお話なんですよ。ベンチャーの方が俺向いてないと思うんだけどね。どうなんだろうね。というわけでですね、これね、読めば読むほどわかります。小室圭さんはですね、アメリカで弁護士として活躍できるほどの実力がないとですね、これアメリカの弁護士さんがはっきり言ってしまいました。でですね、とはいえですね、これね、ニューヨークでですね、小室圭さんはですね、眞子様と暮らそうとしています。まあ、生活費がだだ高い。ある程度ガードマンがついてですね、そして、まあ、眞子様と二人で暮らすだけのアパートメントを借りるためにはですね、大体ね、家賃がですね、月々50万円からですね、110万円くらいっていうのが相場らしいです。はい。これね、年収がですね、2000万円だったとしてもですね、これ年収のですね、半分以上持ってかれる、まあ、税金を差っ引かれることを考えたら半分以上持ってかれるんですよ、うん、でもね、そのくらいの年収じゃないとですね、眞子様を養えないというのがですね、このニューヨークでの生活でございます。いけるんでしょうか、大丈夫なんでしょうか。はい、眞子様はこれね、一時金これ持っていかない、1億5000万弱のですね、このお金、これはもう辞退すると言っています。はい、大丈夫なんでしょうか。まあまあ、支援金みたいなものがですね、もしかしたら秋篠宮家が出るのかもしれないけれども、それ目当てでね、これ結婚しようとしませんか、小室さん。ねえねえ。だってあんたの実力では、ね、これニューヨークでですね、M&A の弁護士としてはやっていけないんですよ。となると給料の安いですね、移民法系のですね、弁護士になるしかないんですよ。となるとこれニューヨークでは暮らせないんだよ。となるとですね、これね、眞子様がですね、なんか日本からですね、眞子様のために送られてくるですね、支援金のようなものがあったとして、それ頼りの生活になるっていうのが目に見えてるんですけど。やだ、こんな人、コースの旦那になるの。やだ、俺、こんなの。しかもワンちゃん、河野さんが総理大臣とかなろうもんならですね、下手をすると、この男のお子様が天皇陛下になると。いやだ、そんなのっていう話なんだけど、はい、ヤフコメ読んでいきましょうか。これヤフコメがまた詳しいんだ。緊急帰国をしても、会見も何も選択肢は破談一択のみであると。はい。これだけ日本国を震撼させておいてですね、どの面下げて日本をですね、なんで、またぎ、いや、に、こういう国民に顔見せができるのかと。結婚はおろか、小室氏と母親が借金未返済である、身であることを忘れてはいかんと。借金だらけが小室さんです。はい。元婚約者へはですね、解決金未払いな上、接触さえ一方的に拒否している模様。学費はですね、奨学金で賄われ、1年間にですね、300万円以上かかる生活費は、元勤務先だった法律事務所からの貸与、これも貸し付けですからね。結婚後、1000万円以上返済する義務があるんだと。いや、ほんとそうなんですよ。もうすでにですね、1000万円以上の借金がある状態で生活スタートという状況なんですよ。こんなん、例えばさ、高いさ、学習保険じゃなくて、なんだっけ、ごめん、あとね、奨学金制度。奨学金制度って数百万円の借金を背負ってスタートするんですよ。で、僕ね、身内にですね、奨学金を背負ってですね、社会人生活スタートした人間いるんだけど、これね、22歳から社会出るでしょ。借金返し終わったのね、30代半ばだぜ。めっちゃ大変なんだよ、これ。小室家大丈夫なの、これ。うん。で、物価高なニューヨークで警備員を雇うにも高額で全て自腹になるため、小室家の年収の目では絶対に厳しいと。結局、一時金や税金頼みなところは否めず、母親の金銭トラブルも一時金や税金で解決されることに国民は恐れてると。はい、そんなもんのために税金使うんじゃねえというお話です。はい、国民の前にバッシングありきで公に出る会見にはですね、可能性を低く感じてしまうと。国民の多くが望むのは数々の疑惑と税金使用率説明ありきの破談会見のみであると。何かの間違いで子供が後の天皇になり、慶殿下誕生の悪夢だけはですね、避けたいと。いや、おっしゃる通りでございます。私もですね、最初はお二人の結婚を喜ばしく思っていました。はい、3年前4年前は若
干そういう雰囲気ありましたもんね。うん、ね、眞子様の思いが叶うといいなと。しかしですね、小室親子の報道が出るたび、この結婚はありえないと思うようになりましたと。今はですね、素敵な言葉をささやかれている、眞子様が絶大な信頼をしているお二人でも、小室親子の過去の行い、生き方が権力と金目当てで近づいたことを物語っているんですと。はい、なんか一説にはですね、大学の中でこれね、あ、眞子様がいると、眞子様がいると、よし、眞子様狙い撃ちという形でですね、小室家が近づいたという話もありますからね。うん、本当に愛されていると思いですか、眞子様という話ですね。うん、で、国内ならですね、忖度、特権、公金と大船に乗ったつもりだったのでしょうと。でも世界にはマシア、ニューヨークでは小室氏のですね、存在は小さく支援などされないと。国内だって彼を許す人がですね、一体どれだけいるでしょうと。過去の行いに胸に手を当てて反省してほしいと。400万円は借りた方に返してくださいと。説得力のある記事でした。本当ね、アイラのくせにやたらと説得力ありましたよね。また彼の真実の姿が明らかになりました。誰もがおかしいと思うこと。小室さん、一橋大学の大学院も社会人入学の資格、本当にありましたか？マスコミはですね、このような事実をですね、忖度なしにちゃんと報道してくれと。日本のマスコミはですね、でもどうしても忖度してしまいますから、本当の報道はできません。はい。海外から漏れ伝わってくる話、こっちの方がまだ真実味ありますよね。うん。なんだかんだ言ってもですね、裏で秋篠宮家が援助してくれるから、それにすがろうという話なんだろうか。可愛い娘を困窮させたくない親心はですね、利用するんでしょうねと。問題はその原資が税金であることだけれども、ということですね。もうこれ本当、多くの国民がここに対してですね、危機感を持ってるんだよね。うん、ね、小室氏がですね、アメリカ生活を送って弁護士として成功しようが失敗しようが関係のないことだねと。小室氏を追いかけるようにしてですね、アメリカへ行く決断をしている眞子様のですね、わがまま放題にも本当に呆れるばかりです。こういうことをおっしゃる国民の方はね、多いと思うよ。これ結構本心で本当にもう、うんざりだと思ってる方多いと思いますよ。はい。皇室の、ね、方々のですね、一員としての自覚がなさすぎますと。お二人がですね、アメリカ生活を送る事態になっても警備費や生活費は全て自費で賄ってくださいねと。これ以上血税が投入されることに絶対に反対ですと強く言いたいねと。いや、こういうことをおっしゃる国民の方多いと思うよ、本当に。だってうんざりでしょ、割とね。うん。俺もこの動画出そうかどうか結構悩んだもん。もううんざりだよな、みんなな、とか思ってね。うん。まあいいや。で、小室さんの話はですね、すべて夢物語なんですよね、と。司法試験に受かったら、1年目から年収1800万円で、パートナーになれれば、年収1億円だと簡単に書くが、そんな簡単なものではねえだろうと。はい。そしてですね、それに、眞子様がくっついていてですね、皇室が利用されるというのはですね、もう本当に勘弁してくださいよ、と。いや、本当そうですね。いや、このね、眞子様のですね、フィアンスじゃなかった場合、小室圭が。ね、ただの一小室圭だと。場合、こんなですね、年収1年目から1800万円でパートナーになって年収1億円超えだなんていうことがですね、実現すると思う？俺無理だと思うんだよね。眞子様という存在がいるからこそ特別扱いをされてるんだってことをですね、忘れるな、この野郎。はい。本人もですね、周りも本気で弁護士になるなんて思っていないんだ。あ、そうなの？思っていないんでしょうと。欲しいのは肩書きなのは彼の経歴を見れば分かると。確かにね。実力もないのにですね、高ステータスを望んで、うまくいかないとすぐ辞めるの繰り返し。こんな相手と本当に結婚してよろしいんですか？よろしいんですか？よろしいんですか？という話。はい。詳しいことは申し上げられませんが、というですね、この部分ですね。小室圭はですね、弁護士には向いてないよというお話ですね。もしこのことが小室さんの本質だとしたら、今回の眞子様との結婚はますます国民から祝福されなくなり、今後の皇室のイメージ低下が懸念されるのではないかと感じられますと。はい、もうこの話いい加減決着してるということですね。うん。で、最後いきますね。週刊誌や著名人は眞子様と小室が結婚してアメリカで就活生活すればですね、小室は法律事務所に就職をしてその分野で高額所得に成功するといったくだらない分析をする者もいますと。ただ私は、小室に対してですね、アメリカの人々が利益を簡単に提供するとは考えられませんと。理由は歴史を振り返ると、イギリスを筆頭に欧州諸国からやってきた民族がアメリカ先住民を虐殺して植民地化した後、植民地がイギリスの独立戦争に勝利することによって成立した国がアメリカ合衆国ですと。上記のように血を流して戦うことでですね、自分たちの自由や権利を獲得した歴史を持ち、現代でも自分の利益を得るために様々な形で他人と争い勝利をする、実力至上主義に生きるアメリカ合衆国の人々が、他人を騙して皇族のご意向を借りてのし上がってきた小室とですね、忖度だらけの保護をされた、日本国皇室の環境で生きてきた眞子様に対して多少はあってもですね、好意的に見て仕事を依頼したり、みんなで忖度するはずがありません。なかなか厳しいご意見でございます。はい。こんな感じでですね、小室圭さんのアメリカでの生活、かなり暗雲が差してきてると言っても過言ではないよね。いや、でも、実際ね、この方はですね、この大手の事務所には多分就職断られているでしょうけれども、なんか別のですね、弁護士事務所には多分ね、インターン OK って多分なってるはずなんですよ。おそらく、いや、なってるよね。俺、なってなかったら大事件だよ、本当に。なってるよね、さすがにね。じゃあ、でも、生活が破綻どころか、いきなりニート、結婚していきなりニートということになりませんから。俺、決まってんだよね、小室さん。どこの弁護士事務所にインターンで入るかって決まってんだよな。おい、頼むぞ。
頼むぞ、決まってないなんてなったら、俺ちょっとさすがにドン引きだからね。うん、とはいえですね、これね、本当大手でですね、しかも超一流にならないとですね、ニューヨークでの生活というのはかなり厳しいことになっていると。はい、この問題どう展開していくんでしょうか。どちらにしてもですね、今年の早ければ10月で、遅くても12月にはですね、小室圭さんの、この弁護士のですね、司法、アメリカでの司法試験ですね、の結果が発表されます。で、これ合格率かなり高いんで、さすがに小室さん受かってんじゃないのかなと思うけど、ここでワンチャン落ちたらもう、尋常抜き差しならない状況になるんだけれども、まあ受かったとして、で、その後ね、どこの弁護士事務所に勤務をするかっていうのも明確になるでしょう。そうなると推定の年収っていうのは出てくるでしょう。それによってですね、一体このお二人の結婚生活がこの後どうなるのかっていうのは、もうほぼね、年内、年末くらいには明確になってくると思いますので、またその頃になったらですね、まあ、この動画を作ってですね、皆さんにお伝えしたいなと思っております。というわけで、熊さんの動画終わりたいと思います。バイバイ。